やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジダレギニハマーです。現在2024年の8月14日水曜23時35分ですね。推しの子シーズン2の7、トータルの18話、アベマ TV で見ていきます。ここから軽く自己紹介するので1分ほど飛ばしてください、興味ない方は。はい、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、昨年世界丸見テレビ直送部でビートだけさんと、今年は痛快明石家電視台で明石家さんまさんと共演、テレビ30本以上出てます。2022年には深田恭子さんと CM 今日まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、1日も休まず動画投稿続けてますので、ぜひともお願いします。では行きます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイムで広告入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後リアクションのみ確認ということでお願いします。行きます。3、2、1、スタート。ダメね。今回のサブタイトルは何や？推しの子。あ、せや。推しの子はホームページにあらすじ載ってないんですわ、そういえば。調べなあかんね。推しの子、18位は、先行カット。太陽か、今回は。アドリブか今の。今客席が回ってんだよこれ。お、ついに来たね、茜。
ゴア君、このアビコ先生がね、かわいい。うわ、画質下がった。これちょっと最後エンドロール全く字読めへん画質。さあ、ついにカナ対アカネやね。過去回想か。重曹ちゃんね、重曹ちゃん。ピーマン。これペンギンのぬいぐるみ大体のかわいいな。劇団アジサイ。ピーマンや。ちょっとピーマン体操って感じだね。うわー、画質悪くてほんまこれあかんな、これ。あ、ピーマン食ってる。
メモしてる。ああ、アクアや。髪型も真似してたんか。あの日までは、おお。ああ、間違われるのね。デッキレース、これが初めましてか。あ、これはあかんぞ。かわいい、かわいいな。届かんシリーズ2つ目。すっごい本の量。
わあ止まった、ちょっ、あ、ちょ、え、止まってない、どっち、そうそう、止まってなかったですちょっと遅れました、すいません。今の感じは嫌い、大嫌い、周りの大人に潰されちゃったんだよね。で、今ちょっと合わせてください。すごいね、心理学をあんだけ勉強したからこそここまでカナのことを読めるわけやな、これ。ちょっとお前さん、止まったと思ったら止まってなかった。あれ、圧倒されたんかな、茜に。
わあ、心割か。お、前に引きずり出すぞ。太陽。わあ、ちょっと画質悪いからキャスト欄読めへんな。まあでもキャストあんま変わらんか。わ、全く読めへんな、これ。全く読まれへん。ごめんなさい、ちょ、ほんま途中止まったと思ったら普通に止まってなかったわ。じゃちょっとこれ多分1秒ぐらい遅い、遅れてるかな。で、自分止まった瞬間からだいぶ見てきたもん記憶飛んでまうのでやってもうたな、これ。今回23分50秒やね。いやし、多分この映像とともにピッと押したら多分23分49秒になると思います、これ。はい、止まった。うん、ね。ちょっと、やってしまいました。マジで字読めへんな、これ。な、前回も画質悪くなったかな。まあちょっとごめんなさい、ほんまに自分集中して見てる時にバーンって止まったりするとマジでちょっと記憶飛んでまうんで、まず覚えてることとしては、最初に門名かな、あいつ鴨志田のセリフが渋谷クラスターっていうセリフがなんか効果音とかぶってもうたと言い直すかって思ったところで、有馬カナ、そのカナが、アドリブでその渋谷クラスターを分からせるように喋ったと。でこれを金田一監督かなが隠れてしまった渋谷クラスターをこうすぐに入れるとはまあさすがやなみたいな。でまあそこから話が進んでいく中で普通に進んでいったかな。でで、ついに剣 VS さや姫で、その前の阿鼻子先生がさあここからそのさや姫初登場のシーンね、さあここは訂正前の台本では相当セリフを削ったけど果たしてみたいなことだったけども、その茜の演技力で、見事にカバーされたということで、ちょっとこう頬をあからめてたのが可愛かったね。前回のメルトのね、動きの時の阿鼻子先生めっちゃ可愛かったしね、キラキラしてね。ほんで、そこからついにカナとの戦いになったとこで、過去の回想やね。まあ、あのペンギンのぬいぐるみだったら、アカネめっちゃ可愛かったな。まあ、アカネちゃんってすごいね、というふうに感動してたところで、じゃあ児童劇団入ってみいひんかと、まあ、両親からの勧めやね。パンフレットありますせと。で、いやいや、もうそんな私なんてもうそんな無理でんがな、みたいな。引っ込み思案。まあじゃあ、その劇団やったらそんな引っ込み思案のところ治ると思うぞ、ということで、とにかく、カナを目標に頑張ってきたわけやね。いたとき、の知り合いのときね、煽り合いのときね、アクアが煽り合いで、有馬には勝てへんぞ、みたいな。2回ぐらい前やったっけな。さあ、そんな中で、オーディション。会場で、まあ、カナに憧れて、その髪型まで一緒にしてね、まあ、同じようなベレー帽まで被って。ってことで、まあ、関係者が、ああ、カナちゃん、まあ、これはデキレースやからと。デキレースとは言うじゃないか。まあ、もう結果はそれから決まってるからね。っていうことで、私がなんてって出てきたカナが、うん、いや、もうデキレースっていうのをこの、もう教えておいてあげるわ、ということで、なんつったっけ。もう最初からもう私に決まってるけど、という話を聞いて、茜が、かなちゃんはそれでええのかと。いいに決まってるでしょ、みたいなね。もう演技なんてどうでもええねんって言ってたけれども、なんでそんなこと言うねんと。ちょっとあそこでベレー帽バーン肌でこんな帽子かぶって私の真似なんかすんなと。ちょっとあれはちょっとひどかったけどね。で、まあそんなことを言ってるかなの気持ちというのが、
まあその徐々に減っていく、何仕事が徐々に減っていくことが心配で、まあ今求められていることを、にまあ応じている、まあそういう状態というふうに、どういう態のこれ、茜はまあ、感づいた確信、まあそんな感じだったかな。でまあまあそのね、その後かな、心理学の本、 あの2回連続届かへんが可愛かったね。あの全くどうでもいい話ですけども、あの自分もね2ヶ月か3ヶ月前にね、あのちょっとあのドラッグストアにこう立ち寄ってアイスを買おうと思ってね、ほなあの自分がちょっと見たいアイスのコーナーの前にずっとあのちっちゃい女の子が4歳ぐらいかな5歳ぐらいの子がずっといて、ちょっと見られへんな、どいてくれへんかなとか思いながら、まあそんなんね、ちょっとどいてくれへんとはちょっと言えないんで、ちょっと待ってたら、どうやらね、あの上にある届かへん位置にあるアイスをね、あのこもう一生懸命、さっきの茜みたいに取ろうとし始めたんで、あ、なるほど、あのアイスを取りたいけど、どうしようか悩んでたんやってことに気づいて、あ、どれや取ってあげるで、言うて、まあ、取ってあげたら、ちゃんとね、ありがとうって言って、トコトコトコって言って、うん、でお母さん合流したら、お母さん178ぐらいある人ってでっけえと思ってね、うん、まあどうでもいい話でしたけど、なんかそれをちょっと思い出しましたやっぱ可愛いですね、なんか子供がこう一生懸命届かへんのにこうねやってる、ちょっとあの今回はあの茜に萌えでしたねそこはね。まあほんでからまあ実際バトルにね、演技バトルになっていくんかと思いきや、カナが一歩引いたと、一歩引いたっていうのかな、うん、なんかね、その茜ちゃんはカナもね、さあ今から白黒つけましょうと思ったところで、こうなんかね過去の自分が見えて、ああここはそういう場面じゃないんやみたいな、ちょっと自分その辺のあの理解度非常に低いんで、うん、なんかそのあそこでカナが過去の自分を見たっていうのは、どうなんやろ、泣いてる自分を見てたっけあれって、だあれって要は仕事が減っていって泣いてる自分を見たってことかな、ちょっと分からんけど、要するに、ああそうなってしまうぞという、今ここで自分が目だったらまた違うこうなってまうぞみたいな感じでよかったんかな、それで気づいて、ああここは引くべきとこだと、ここはさや姫が目立つシーンやから自分は引くべきだと、ということかな、あの過去の自分が見えたのは。ところがまあ茜的には、いやそんなかなちゃん求めてへんねんと。でも、五反田監督は、さすがやなと。ただし、ディレクション的って言ったっけ、ディレクション的な意味わからんけど、まあ、要するに役者的には正解やけど、劇を立たせるという意味合いでは正解やけど、役者的には違うぞ的なことを五反田監督は言ってたんかな。ちょっとごめんなさい、分かってなくてすいません。で、まあね、さや姫、茜も、そんなかなちゃんを見とうないねんと。いうことで、うん、まあ舞台袖かな、舞台裏で、まあアクアが、まあ有馬に勝ちたいなら今のままでいいぞと、いや私はあんなかなちゃんじゃなくて全力のかなちゃんが見たいねん、じゃあ引きずり出そうぜ二人でっていうことやったけど、めちゃくちゃ面白いな、どうやって引き出すんやろうなこれ、うん、いやほんまちょっとなかなか珍しいんだね、このあのアニメの構成的にも、このほんまに本番の舞台だけでこんだけ引っ張っていくっていうのはなかなか珍しいねんけど、引き込まれていくね、どうやってねえカナを本気に、まあ本気っていうか多分まあ本気やからこそああなってるんやろうけど、どうすべきなのこれ。ちょっと自分はもちろん演技なんてものはあのジャスパーマンという映画でしかしたことないので、あと実はお蔵入りになったナイトスクープの中でね、実は演劇やってたんですけども、まあまあその辺の話気になった方はまたあのリクエストください、生配信で喋ります。うん、さあどうやってねカナをこう、まあ、本気にさせるというかね、引き出させるのがめちゃくちゃ楽しみやねこれ。はい、ちょっとごめんなさい、まあ、途中止まったと思ってしまって、多分 0.5 秒ぐらいねちょっと止めてもらったんですけども、あれ止まったと思ったな、どこやったっけ、心理学の本読んだ後やったかな、なんかソファーに座ってたようなシーンやったと思うけど、まあまあええか、はい、どうもすいませんでした、ほんまに。
はい、ということで、推しの子シーズン2の7話、トータルの18話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょいで自己紹介するんで、興味ない方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段、やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメディアクターやってます。今で約4年6ヶ月ですね、仕事が全くない状態で、まあ、そんな自分の本業も知って、ぜひ、応援をしていただきたいので、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますので、ぜひ見てください。アニメリアクション、その他もろもろスタートして、今日で1603日目ですね、日付変わったんで。長いです。ただこのチャンネルはもっと長い。2009年4月24日、パフォーマーのチャンネルでスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってから約1年5ヶ月分、続いて2000本以上、2021年8月18日までのリアクションの動画は自らの手で削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどい、やめたいってずっと言ってます。それでもなおやればできるわけでもないので伝えたい。そう思って1日も休むことなく、気合と根性だけで動画投稿を続けてるんで、ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジアイドゲニハマでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。